雨降ってきた。もうじゃあ、こんにちは、まやです。副音声から失礼いたします。今日はですね、餃子の王将に行ってまいりました。地元ではよく家族とかと餃子の王将に食べに行ってたんですけど、東京では何気に初めて、もう一人ではもちろんやけど初めての餃子の王将に行ってまいりました。メニューはこんな感じ、こんな感じでね、もちろんいろいろ中華がございます。そしてなんかオリジナルセットメニューみたいなのもあったりとか、こってりラーメンセットめっちゃ美味しい。でこれお一人様専用のジャストサイズメニューっていうのもあって、めちゃめちゃいいなと思いました。でドリンクメニューはこんな感じ、結構種類も豊富でした。ありがとうございます。ということでですね、メニューを選んでたんですけれども、私優柔不断ですね、全然選べへんくて、セットとかめっちゃ見とってんけどメニュー数が多かったからさ、どうしようみたいな感じで結構ね迷って30分ぐらい一人で迷ってました。結局ジャストサイズメニューを選んだんですけれども、こんな感じで注文完了し、そいやさ、ジュン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ビューン。そうこうしてる間にですね、店員さんがドリンクを運んできてくれました。さあ、一杯目はなんじゃらほいということで、やっぱりね、一杯目はこちら。そう、ビールでございます。やっぱりビールから始めましょうということで、スーパードライのビールを飲みました。乾杯。もうね、この仕事終わり、今日めっちゃ早く仕事が終わって、もう一人飲みっていう感じで来たんですけど、最高、仕事終わりのこのビールってやばない、美味しいということで幸せをかみしめております。初めてさビール飲んだ時って結構なんかうわーみたいな感じで思ったんやけど、もう今やね、もうビール大好きっていうか、もう一杯目は絶対ビールみたいな感じの女になってしまっております。はい、ということで商品を待つんですけれども、気まずいのでマスクをして、15分後ぐらいに料理が到着いたしました。いただきます。ということで早速こちら餃子の王将ということで、餃子です。こちらニンニクマシマシの餃子でございます。まあね、明日も仕事、どうせ家で仕事やし、あと外出てる時もさマスクするやんか、だからまあ匂わんやろということで、大丈夫やろということで、ニンニクマシマシでございます。ここさ、なんかもうパリパリ皮の肉汁ブシャーからのニンニクからのビール、もうほんまに最高すぎました。ニンニクってなんでこんなに美味しいやろな。もうニンニクも禁断、なんかダメやと思えば思うほどニンニクがどんどん美味しくて、この餃子やっぱり餃子の王将っていうだけあるわあるわということで喋ることもなくなって、ひたすらビールを飲んでるわけなんですけれどもね、この手は何なんでしょう、この手ね、もう喉乾いてたっていうのもあるし、餃子とビールが異様に合うしみたいな感じで、もうどんどん飲み干して、あとちょっとだけになってしまいました。でもう迷った挙句全部飲むっていうね。はい、簡易でございます。ものの5分ぐらいで簡易しました。で2杯目を選んで餃子を食べ、もうねどんどん幸福感が上がっていってるんですけれども、次行くホイコーローです。ホイコーローはね、お肉とお味噌が絡んでね僕の舌先を刺激しているんだよ、かわいいねコーローということで餃子の王将来たらですね、父親が絶対ホイコーロー頼んでちょっともらってたんやけど、めちゃくちゃ美味しくて、ホイコーローが大好き。ホイコーローと天津飯がね私好きで、続きましてハイボールかな、ハイボールを飲みました。ハイボールはもうですね、ずっと飲んでて、今日はなんかいろいろ飲んだんやけど、基本居酒屋さんとか行くともう一生ハイボール飲んでる女でございます。で黙々とホイコーローを食べて、ホイコーローはね、続きましてエビチリでございます。エビチリ、これレタスが2枚だけ入っておりました理解ということで、エビチリも美味しかった。エビチリ地味にさ餃子のお家で食べたことなかったんですけど、めっちゃ美味しい、プリプリのエビでございますね。それにこのキンキンのさハイボール最高でございます。ちょっと濃いめの味のホイコーローと、この甘辛ソースのエビチリとこのハイボールがなめちゃくちゃ合うんやんか。そしてこの餃子、もうねニンニクのこの餃子とハイボールもまた合うんですよ。ビールとハイボール両方あって、ほんまに美味しかった。私のいた店舗は1階席と2階席があって、2階席は結構2人組のお客さんとか2、3人組みたいなのが多かったんやけど、1階席は1人
様、お一人様の、あのお客さんがめっちゃ多くて、女性一人で来てる人ももちろんおったし、男性一人のお客さんの方もいて、なんかもう全然入りやすい雰囲気やった、一人でも。そこもねめちゃめちゃいいなと思いました。ちょっとずつなんか情勢とかも落ち着いてきたので、まああのちょこちょこあの一人飲みとかでも行こっかなっていう感じで思ってるので、ぜひなんかここ行ってほしいみたいなのがあればコメント欄でぜひぜひ教えてくださいまし。ということで餃子完食して、このハイボールもね会員しようとしております。ごちそうさまでした。3杯目。こんな感じで飲み食いしてるわけなんですけれども、今のね時刻はねこちら4時12分、16時12分っていう夕方、もうやばない？あげーみたいな感じなんですけど、どないみたいな、もう夕方から飲めるってどない？もう幸せがね、それで倍増しながらこの美味しい中華も一緒に食べております。おいころ、今ドリンク待ちなんでね、早くお酒を欲しい、早く持ってきたいということで念を送ってると来ました。私のドリンク、レモンサワーでございます。そしていつの間にか頼んでいたこちら、天津飯、イエーイということで、私の大好きな天津飯はねしっかりと締めで頼みました。美味しいレモンサワー、ほんまに。ここのレモンサワーちょっとレモン感が強くて結構酸っぱみやったんですけど、それもあった美味しかったですね、料理にあって。はい、ということで美味しい美味しいホイコーローもついに終了が近づいてきております。はい、ごちそうさまでした。美味しくいただきましたね。はい、その後レモンサワーでホイコーローを流し込んで、めっちゃ美味しいじゃないか、めっちゃ美味しいじゃないか。その後天津飯、こちらはもう美味しい。天津飯めっちゃ好きなんよ。あの天一のさ天津飯もめっちゃ好き。なんかめっちゃさ、めっちゃめっちゃうるさいけど、あのめっちゃさ太ってた時あるんですけど、私太ってた時に深夜にね、あのバイト後にあの天一の天津飯セットみたいなの頼んでたわけ。あのこってこてのラーメンと天津飯が一緒になったセット、マジで美味しかった。深夜っていうさ、その禁断のあれがプラスされて、しかも天一のラーメン、コテコテラーメンと天津飯、超美味しかったのを思い出しました。何の話これ。そうこうしてる間にどん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 ね、あ、なんかピントが、光が飛びすぎてたので、これピントを合わせようと必死に頑張ってる図なんですけど、別にいりませんね、そんな天津飯の図は。こんな感じでご飯結構多めです。天一じゃなくて、こう何や、餃子の王将の天津飯はちょっとご飯が多め。私ご飯多い方が好きなのでめっちゃちょうどいいんですけど、ご飯がね多めで美味しいです。それをレモンサワーで流し込む。そうこうしてる間にあっという間にレモンサワーがなくなってきました。あとこんだけしかございません。もうそれをねしっかりと飲ませていただいて完飲いたしました。4杯目に行きたいと思います。あっという間、カメラがどんどん急に怖ない、なんかお前を映すマジというカメラの気持ちがちょっと見え隠れしておりますが、私は酒待機ということで酒を待機しております。マジで美味しいねんけど、なんかめちゃくちゃこれやばない？普通に一人でご飯食べてんのにさ声出してもうて、普通にめっちゃ恥ずかしいっていう結構な声量で言ってしまったんですけど、とてもそれぐらいとても美味しかったでございます。ってことで、これはウーロンハイかな、ウーロンハイが届きました。なんか隣の席のおっちゃんがウーロンハイ飲んでて、異常になんか美味しそうに飲むからウーロンハイ頼んじゃったんやけど、こんな感じで天津飯とウーロンハイを今飲み食いしております。天津飯マジで一緒で、なんか天津飯ノーマルセットもあってやんか、これジャストサイズメニューの中の天津飯なんですけど、ちょうど良かった、マジでお一人様用っていう感じの天津飯のサイズでございました。はい、それぐらいですかね、天津飯の話は。あ、そうこうしてる間にもう、はい、完食でございます。よく食べました。私お昼もねしっかり食べたのに、おかしな話。はい、ごちそうさまでした。ということで酒のラストスパートということですね。まだこの時5時ぐらいなんやけど、もうお酒いっぱい飲んでいっぱい食べて、ごちそうさまでした、ありがとうございました。で、帰り用意して、そそくさと。やっぱお一人様なのでね、そそくさと帰ります、長いせずに。速攻で帰りたいと思います、寒いのでね。はい、ってことで、今日も見てくださってありがとうございました。バイバーイ。
最後までご視聴ありがとうございました。今から買えるわけなんですけれども、まあ、餃子はね、もちろん美味しかったんですけど、もうね、天津飯が私一番好きやねんな。天津飯ぜひ食べてみてくださいということで、今日の動画はここまで。みんな見てくださってありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でね。バイバーイ。